いや、もうやめてくださいと。うん、もう僕はね、本当に思った。もうやめてください。勘弁してください。お願いしますって思いましたね。うーん。あのね、コンビニでバイトしてるんですけど、僕。あのね、本当やめてほしいのかって、あのー、CM でね、今、aupay っていう、うん、まあ au さんの方でね、やってるバーコード決済、スマホ決済なんですけど、<laughs> aupay の CM やってるじゃないですか。あれでね、 あのー、まあ、芸能人、まあ、タレントさんがね、au p a y って言うんですよ。au p a y みたいな。おしゃれは何ですか ?au p a y みたいな。あれ言うじゃないですか。うん。でね、この前、えっと、まあ、コミニでレジ売ってて、うんー、まあ、40代ぐらいのおっちゃん。うん、40代ぐらいかな。うん。で、まあ、見事にハゲ散らかしてるおっちゃんなんですけど、 まあ、そういう人はね、まあ来て、えー、まあなんかいろいろお酒とか、えー、おつまみとか、まあお菓子、スナックとか買ってね、いろいろ。まあ、1362円ぐらいあったと。うん。えー、1362円になります。お支払い何になさいますかって聞いたらね、au payday! うわ、寒って思ったよね。<laughs> うわ、 <寒>って <laughs> うんいや俺もねそれ知ってたよあの a u p a y っていうね <laughs> CM 見てたからあーもうあれだなっていうのはさしたけどもう a u p a y d ってこう差し出してねスマホ差し出した瞬間俺も寒いなと思って俺切れてやろうかなと思ったんだよね <laughs> ほんと, <laughs> ほんとお前いい感しだよって言ってただけどまあしょうがないまあバーコード決済ピッてうん。 まあそれまあまあ、まあ、あっちはねなんか楽しい思いやってんのかもしんないけどこっちからしてるうわ寒気も死んじまえやと殺してやろうかと思う <laughs> そのぐらいの感じだったんですけどねまあやっぱり一発で覚えるじゃないですかその人って、うん、でまた2回目来てでたまたまね うーんまあ僕のレジの方に来て。うわ、もう英雄ペイのやつやん、こいつ。恥ずかしいよ、これもう本当に。後ろのね、レジに並んでるお客さんとかも見てたらもう、クスクスだよ、これ。苦笑いだよ、と思って。出してきたんですよね。スマホ。もう僕も言わないといけないから、お支払いなんですかって言ったらね。 楽天ペイデーって言ったんですよね <laughs>。いや、そこ英雄ペイデーだろ。うなんだお前、本当に <laughs>。俺もえ、えって言っちゃいましたからね <laughs>。楽天ペイデーって言った時えって言っちゃいましたからね、俺。あ、英雄ペイじゃないんだっていう、うん。 うーんまあね、そんなね、ちょっとくだらない話がありました。まあね、あの、ぜひね、えー、もう本当やめていただきたいんですけど、あの、うん、au ペイデっていうあの、あれはもう CM でね、成り立つやつなんですよ。うん。あれはもう CM で成り立つやつなんで、ぜひともそのコンビニ、えー、各ね、スーパー等々で、えー、au ペ a デ d とか、えー、そんなやめてください、えー。本当にね、恥ずかしい気持ちになりますね。えー、ということで行きましょう。 大野カイルの「オノナイトニッポン」<laughs> はいどうも始まりました大野たかゆの「オノナイトニッポン」毎週金曜夜り10パーメダルにお送りしておりますお相手は吉本芸人大野たかゆが集めさせていただきますどうぞよろしくお願いします いやー、まあね、オープニングトークでいつも長くなっちゃうよね。10分おめでとにとか言ってて、もう半分近くは喋ってますからね。<laughs> オープニングトークじゃねえじゃん、もう本ちゃんじゃねえかって感じなんですけど。えー、今ね、今日3月13日ですか <laughs> えっと、まあね、えー、僕の誕生日が4月12日なんですよ。で、今僕29歳なんですよ。ええー、20代残りあと1ヶ月でございます。さあやばいっすよね、本当に。うーん もう29割かと、いう感じでございますよ。うん。で、30代どうしていこうかなって、やっぱプランがあって、30代はまず、僕、茶髪で行こうと思ってます。茶髪、うん、金髪ではなく、茶髪で行こうかなと思ってて、まあ、20代はずっとほぼ黒髪だったんですね。まあ、一時期、1年間茶髪、 罰ゲームみたいなのが金髪罰ゲームみたいなのがあって確か2018年だったかな金髪にしたことがあるんですようんまあその時はもう罰ゲームでやったからね1年終わった後とすぐ黒に戻したんですけどまあ30代になるにあたってやっぱりちょっと若くいたいなってい思いはみんなあるわけですよねだから僕はちょっと茶髪でいこうかなと30代ははい、えー、思っておりますどうでもいい話だね <laughs> うん、で基本、オールナイト日本ってくだらねえ話しかしてねえから、<laughs> うん、どうでもいいわっていう感じなんだったけどね、ほ、まあ、でね、えー、っと、まあ、だからそのね、誕生日もうすぐ来るにあたって、ああ、なんかいろいろ、うん、思い返してたんですよね。なんか、えー 30になるんだ、他の30、まあ他の人ね、まあ、芸能人に成功されてる方30歳の時どういう感じだったのかなと思って見てたら、SMAP の中井さん、ね、元 SMAP の中井さんが、えっとね、2002年だったかな、に確か30になられてるんですよね。で 5イブリスペクトっていうスマップのすげーえー、もうほんとかっこいい曲。1 2 3 4 5イブリスペクトみたいなすごいかっこいい曲あるんですけど。あれでね、中井君の、中井さんの、えー、パートまあ、あの、あるんですけど、30って言われてるんですね。あいつは30みたいな。 あ、中井くん、あの時の中井くんと俺同い年なんだ。もうなるんだって思うとね、ゾっとするね。<laughs> もう、めちゃめちゃ成功して、うんもうなんか、30の時点でもう、極めてたから、あの人は。まあで、木村拓哉さんも同じ、同い年ですから、あの二人。30で、 えー、2002年だから、ヒーローとか、ヒーローってドラマ、夢は知ってるかな、みんな。うん、若い人は知らないかは、どっかちょっと分かんないけど、ヒーローっていうドラマやってたんですよね。その時が多分29とか30だから、えまあ、29ぐらいかな、だからもうそれと同じぐらいなんですよ、僕も。やばいなと思って、木村代表作、ね、29歳の時代表作、木村君、ヒーローでしょ 大野高二29歳代表作 OHK でございます。OHK が代表作っていうかね、<laughs> これ代表作って言っていいのかな、ほんと。もうほんとくだれねえとおかしくあげてないけどね、ほんとに。もう見てくれてる人はほんとありがたいなと思いますけどね。うん にになあたってでもね、今日はね、金曜ロードショーでトイストーリー2やるんでね、見たいなと思います。こんな一面もあるよ。まだ若いよ。えー、ということでね、曲いきたいと思います。えー、っとね、まあ、この曲すっげー久しぶりにかけます。はい、多分ね、もう2、3年ぶりにかけると思うんだよ。これ2016年絶対流行る歌なんで、も4年前の曲かな。聞いてください。大野隆弘で。

恥ずかしがり屋でテレ屋さん。TAKAHIRO はチャームス、あの服しか着ないからね。TAKAHIRO はオロゴン、どちらも強くて最強。TAKAHIRO はもういない、どんなに探してもいない。さよなら高 h i r o ありがとう「そしてこれから」「ありがとうたかひろ」「もう会えないけどさよなら」はい聴いていただきました「大野たかひろ」で「たかひろはオロゴン」でしたありがとうございました。これね実は えー、確か、白と、白、白とドラゴンかな。白とドラゴンっていうね、ゲーム、ゲームなのかなあったと思うんですけど、CM でね、白とドラゴンっていうのを流してて、まあ、それのパロディーですよね。<laughs> はっきり言っちゃえば、歌詞を変えただけなんですけど。 ま、あそれのね、パロディーの曲です。えー、聴いていただきました。オノタ高ヒで、高広はオロゴンでした。ありがとうございました。では、エンディングいきましょう。うもう、10分なんて早いな、マジで。すぐ終わっちゃうな、っていう感じなんですけども。ま、あね、さっきも言いましたけど、これから1ヶ月、ま、あいろんなね、えー、こと、やっていきたいな、思うと思いますし、20代の陣ね、うーん、なんか、3P でもしたいなと思いますよね。<laughs> うん、3P、うん、したことないから。<laughs> どうやったらできんのあれ、本当に、もに。どういう仕組み、仕組みっていうかどういうきっかけで 3P ってできんのか俺もよくわかんないんだけど。どう、そ、その、いや、まあ、経験者に聞きたいね。あの、コメント募集しております。 えー、大野のオーナーと日本コメント係まで、え大、ー、野のオーナーと日本コメント係までね、3P したことあるっていう方、ね、経験者の方、ぜひね、3P、えー、のね、感想をよろしくお願いします。えー、僕もね、知りたい世界ですからね、どういうつもり、どういう感じな、どういうつもりなんだっていう話ですよ。<laughs> うん男二人と女一人だったらもう最悪ですよね、男側は <laughs>。だからね、ぜひともね、その感想を聞いてみたいと思います。え、大野高弘のオーナライトニッコメント係までコメントを寄せください。え、大野高弘のオーナライトニッ毎週金曜夜10本目どおお送りしてきました。お相手は吉本芸人、大野高弘が詰めさせていただきました。ありがとうございました。来週はもう、あれか3月20日、秋分の日で祝日ですね。 えー、いろんな方が聞いてくれることを願っています。では最後に一言夢で会いましょうバイビー